おほつ。いやいやいや、もうね、あぐらに酔っ払いました。はい。でも、あれだよね、現実はね、最終的にカップラーメンで過ごすっていうのが、お金がないからね、しょうがない、これは。うん、まあ、同じそう、そう、やっぱり家族がね、あっての遊びですからね。カップラーメン食べてますよ。締めのカップラーメン、うん、ラーメンです。僕もどん兵衛食べる。いやいや、もう食べる。しゃべる。いや、しゃべる、食べる。しゃべる、俺は食べるからしゃべる。いやいや、もうね、いただきます。でもあれだよね、え、何、お金があったらね一番いいんだけど、うん、なければね、ないなりにね。ああ、そう、別にね、全然ね、うん、楽しくできますよね、うん、だから、居酒屋っていうのはね、どんだけ贅沢なことかなっていう。ああ、そうだね、うん、ああ、僕もいつも、最近思うんだけど、いやー、もう、うめ、まあ、酔っ払ってうまいね、これ何？うまいね。これ何？ん？これ？ご当地ラーメン。うん。魚介豚骨。魚介豚骨。博多の名店。博多でね、魚介豚骨の店なんてね、聞いたことないよ、これ。うん。俺もね、あんまりないよね。使ってるあるかな？そう。あ、いやー、どうなん？最近はね、増えてるからね、こう、うん、いろんな店がね。でもね、お金はないよね。行く末がこう、カップラーメン。っていうね、こう、ほんで、こう、安いお茶、ね。ああ、でもね、悲観することなくね、楽しく遊ぶっていうのがね、うん、一番ですよね。うん。だから、五郎さん、船持ってるからね、うん、もっとね、どんどん、登録、お願いします。ね、いや、船あんまり人気ないから、うん、まあまあね、そうなんですけどね。でもこう、やっぱりこう、少しでもね、なんかこう、1000人超えると、なんだっけあれ、YouTube のね、そういうのが出るじゃん。収益化できるからね。収益、有益化っていうの、うんうん、ね、そういうのね、ろ過してるよね、うん、やっぱりこうね、うん、そんなにリッチなわけもう何でもないじゃん。うん、ああ、そうね、普通にね。ね、やっぱりこうね、みんな動画アップしてると暇があっていいなって言うけど、うん、そんな暇なんかないよね。うんうん。うん、これ、どん兵衛。うん。食べてください。ね、そっちもなんかカップラーメンでしょ。うん、カップ麺。店に入れないんですよ。うん、まあまあね。でもね、五郎さん応援してくださいね。いや、船津さんも応援してね。うん、僕も応援してください。でもね、本当ご視聴の方ね、本当ありがたく、感謝ね。うん、うん、見てくれてるだけでね。いや、そう。そうそう。ほんとそうですよね、うん。見てくれてるだけで、うん、励みになって。すごいね、うん。励みになって生きてる感じ、うん。今ね、チャンネル登録者ね、二人ともね。そうですね。そう。こう、登っていってるんでね。うん、こう、と、うん、ありがとうございます。すまへん。うん、僕なんか、あれですよ。最初のね、ずっとね、ね、チャンネル登録者5人とか10人とか、その頃とかさ、うん、視聴回数さ、ね、いくらさ、渾身の一発の動画を上げても、ね、いつまで経っても15回とかさ、20回ぐらいしか視聴回数なかったんですから。そうですね。ね、今はね、本当ありがたいと思ってますよ。ね、ありがたいね。いや、その時ね、うん、本当、一日かけて作った動画をね、ね、そうですね。なんかね、ね、ね、いくら上げてもね、ね、誰も見てくれんで、誰も振り向いてくれてないっていうね、うん、現実をね、すごく突きつけられて、それでもね、なんか頑張ってやっ、
そうだね、続けてきた、ね、そう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 、石さんと一緒、うんね、その時に比べたらね、今はね、本当こうすごく楽しいです、嬉しいですよ、ねね、また動画アップしたら、ね、ご視聴の方お願いしたいと思います、はい、ね、本当ありがとうございました。いつもありがとうございます、ね、もう一日長々とすいません、ありがとうございました、はい、ではバイバイ、バイバイ、おやすみなさーい。